い、先生です。ほい、生徒です。チャンネル登録者5万人突破感謝です。すごい、ありがとうございます。ということで、今回は記念としてホラーゲームの実況動画をやるよ。どうして実況？リクエストがあったからさ。なるほど。で何のゲーム？エスケープフロムラベンダータウン。なーにそれ？シオンタウンからの脱出。シオンタウンってポケモンの？そうそう、初代の怖い雰囲気の街だね。海外の誰かさんが作ったゲームなんだ。ほん。ということで、早速やっていくよ。やんややんや。それでは実況スタート。うわ、まんまシオンタウンじゃん。あの不気味な BGM も流れてるね。ちなみに全部英語だから、翻訳を右側に載せておくよ。ないよりはマシ。ポケセン行ってみようか。行ってみようかどう？あれ？受付のお姉さんいないじゃん。あ、働かずに一日中ここにいる人だ。もう不穏なんですけど。何かの病気の末期症状で死が近いってことかな？お、通信バトルできそうだぞ。できませんでした。閉店ガラガラ。誰もいない店であのおじさん何してるんだろう。この世の人じゃないかもな。玉無視していこうか。いけません。下にばあちゃんがいるぞ。そりゃそうじゃ。でも悪い人ばかりでもないよね。でも金を度外視で人助けする人もいるよね。いろんな人がいるってこった。発情した猫だと思う。本当？何を語ってくるんだろう？あれじゃない？パソコン初期化しといてとか、亡くなってから PC 見られてさ、無夫婦なデータを親に見つけられてさ、あ、こいつこういう子が好きだったんだってさ、ちょっとでも笑顔見れたらいいよね。その代わりの無限大な羞恥心。インターホン聞こえてドア開けたらいそうな人だ。湖爆破したっけ？立志向爆破して水を干上がらせてさ、大量のコイキングが苦しんだらしいよ。何それかわいそう。えげつないこと普通にするよね。ラジオ塔とか占拠してなかったっけ？金銀でやってたな。ああ、ロケット弾だけ命奪いましたよってことか。いやいや、コイキングも何匹か死んでない？カラカラの骨は親の骨みたいだからね。でもサファリパークとかカラカラたくさん出てくるじゃん。どんだけ親死んでいるの？骨なしバージョンがいたらリアリティあったね。それにしても万引きし放題だな。シオンタウンから出られないという現象の中で、言うほど万引きする？生き残る前提で考えているポジティブな人なんだよ。次はどこ散策しようかな。うろうろしてみよう。っていうかちゃんと街の色がシオン色なんだな。ラベンダーだね。宗教史。こういうコンセプトの街実際あるのかな？でかい霊園とかはあるけど街はないんじゃない？あったとしても住みたくないな。生命判断資産じゃん。初代だとここでいろんなバグ使えるよな。職務怠慢。お金取ってないから近所の変わり者おじさんじゃね？よく見たら家の中なのにハットかぶっているから、やっぱり変わり者なのかもしれない。これから引っ越しの境に電話するのかな？アリさんマークの引っ越しセンターかも。この街の人々は哲学にふけっているのかね。ほら、ニャースの歌でも哲学するのにゃーってあったじゃん。あれシオンタウンの人々のことよ。んなわけない。初代ライバルのラッタも死んじゃったしね。そりゃ毎日戦ってれば死んじゃうポケモンも出るって。燃やされたり凍ったりするもんね。角ドリルなんて一発で瀕死だからな。懐かしのポケモンタワー。最初ここに来た時怖かったわ。え、ゲームやめられないの？そういやこれ、閉じるボタンないや。ガチで脱出できないやん。人押しさんだ。シャーマンキングのあんなかな？このドット餌、白髪なのかな？それとも白犬の？ホーリーエルフかもしれないな。大丈夫、もうやられている。実際そういうゲームあるのかな？あったとしたら発売しちゃダメでしょ。そりゃそうじゃ。さて、困った。出られない。初めの位置に戻ってみよう。レディーワンプレイヤー的な要素あるかもしれないからな。当然、戻れなかった。とりあえず、よく終了で使われるエスケープキーをしてみようぜ。おっとな。終わった。普通に脱出できたな。なんだったんだってばよ。なんか出てきた？え、赤い部屋的な？ぐにゃぐにゃやん。なにこれ？わかるわけがない。第2ラウンド突入ってことか。たまにチカチカ画像が映るね。死んだガラガラに寄り添って泣くからからだな。怖くなってきたぞ。そして、これような。酔い止め飲んでプレイしてください。お前はまだいるんかい。話しかけてみよう。こっぱ？どうして先に死ななきゃいけないのか。受け入れろったってな。マザーのムーンサイドみたい。非日常感あっていいね。いいか？いいよ。普通には飽き飽きしていたんだ。いろいろ散策してみよう。合点承知。生命判断資産何かした？とんでもない名前つけたんじゃね？男と書いてアダム的な。アイラと書いてティアラとかな。どんな運命？まあ今理不尽な状態だからな。これからさらにひどい運命になるかも。やだ怖い。というかどの家にも入れないな。一元さんお断り的な？生命判断士の家、さっき入ったけどね。この状態からどうやって脱出するんだ？エスケープをした？いやもう反応しない。終わる方法がどこかにあるのかも。どんな罪を犯した？ガラガラ殺したからじゃね？いや私は殺してないよ。ロケット弾でしょ。とばっちりよ。確かに、さっきと配置変わってない？受けツノとかあったし。誰もいなくなったな。ルンバが掃除しやすそう。なんかないのか？階段があった。待って、受付の中入れる。はよ、2階に行け。はい。でも、こう隅々までチェックしたくなるよね。RPG のSAGAよ。SAGA SAGA。さて2階に到着。殺戮現場なのですが、ロケット弾さんだね。ガラガラがレイとなりぶっ飛ばしたんだな。ガラガラさんお子なの？今血まみれの手とカセットが映ったんだけど。サブリミナルエグいね。なんでモザイク？なんか知らんけど私の名前が出てた。PC 名を取得して表示させてたのかな？地獄に落ちるわよ。細木和子さんかな？お、隣にハゲジーがいるよ。話しかけてみよう。どうやら待ってくれていたみたい。なんで？知るわけない。万人受けじゃないってさ。そりゃそうじゃ。かなりニッチでしょ。またモザイク。だって名前が出るんだもん。ネガティブな画面。今現在映し出されているこれよ。ほんでそれを見た後になんシオンタウンの BGM？ あなんか一時都市伝説的なの流行っていたね。暗い日曜日的な。はい、そうなのか。死ぬんかい。死にたくないよ。抗うしかない。強制終了して。と思ったら、穏やかな BGM。終わったみたい。お疲れ様でした。作者のメッセージかな？エンディングみたいだね。ブラックジョーク的なね。海外こういうの好きだよね。まだ他にもゲームあるのか。機会があったらやってみよう。ということでこのゲーム終了です。そもそもさ、5万人記念なんだよな。そうそう。改めてありがとうございます。少しでも楽しんでいただけたら幸いです。次回からはまたオカルト解説に戻るので、次は10万人を目指して何か特別なことをしようかな。何かリクエストあったら教えてください。それではまた来週。ありがとうございました。